はい、皆さんこんにちは。鳴く虫研究者の後藤です。今回はキリギリスの幼虫をビーティングで撮ってみるという動画です。この動画を見ればキリギリスの幼虫をビーティングで撮ることができるようになりますので、動画最後に出します。今日のまとめまでぜひご覧いただきたいと思います。ちなみに私後藤慶がテレビやラジオに出た時に鳴く虫の魅力、鳴く虫文化について発信してます。このチャンネルでも鳴く虫やいろんな昆虫の撮り方がいいかの動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは始めます。はい、キリギリスの幼虫を採集しに来ました。ここは高速道路のね、側道付近ですね。いや、こんなところにキリギリスがと思う方もいらっしゃるかも分かりませんがね、もうキリギリスはね、ほんのちょっとしたこのような草むらでもね住んでますんで、意外と思われるかもしれませんがね、皆さんね、キリギリスの採集チャレンジしてくださいね。はい、それでは目から撮っていきましょう。まずはビーティングの説明から始めたいと思います。ビーティングっていうのは別名叩き網法とも言われてるんですけどもね、分かりやすく言えばこのように草とかね、木の下にこのように網を置けるようにしておいて、そして上からこのようにしてね叩いて、そして振動で踊れた虫がこの網の下に落ちるっていう仕組みです。これは別名叩き網法とも言います。で、今日の場合はねキリギリスですからね、このような草ですね、はい、このような草、こういうところにね網を下に受けるようにしておいて、そして上からこのように叩いて入れる、これがビーティング採集方法ですね。はい、それではね早速今から採集していきましょう。はい、あ、いますね、キリギリスたくさんいますね、ここに。はいはい、バッタも飛んでますよ。はい、キリギリスくんいますね、たくさんいますよ。はい、このようにね、はい、取れました。ああ、キリギリスくん3匹も取れましたよ。ほら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 、たくさん取れました。いっぺんにね3匹も入りました。早速ね取れましたね。これはちっちゃいな、これはちっちゃい、ほら初齢幼虫やね。よいしょ、さあちょっと一匹はね逃げちゃいましたけど、はい、仮想キリギリス幼虫ゲットです。さあどんどん取っていきましょう。いるいる、キリギリスたくさんいる、ここに、ここをビーティングしましょう。こういう感じでね、草を上から叩いて網に入れる。取れました、またまたキリギリス、簡単に取れます。はい、キリギリス3匹目ゲットです。
簡単に取れますよ。こうやってね、この辺りもねたくさんいますよ。この辺りもたくさんいますね。こんなね道端のちょっとした草まりにキリギスたくさんいますからね。はい、たくさんいますね。はい、この辺のキリギスたくさんいますね。草か上から叩く。あ、これヤブクリが取れましたね。ヤブクリが、ヤブクリちゃんバイバイ、達者でな。はいはい、入りました。キリギリスまたまた取りましたよ。簡単に取れますからね。はい、キリギリスまたまたゲットです。よし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 、またまた取れました。またまたキリギリスの幼虫ゲットです。キリギリス幼虫まだまだゲットです。はい、まだまだ入りました、ね、このようにもう簡単に取れますから。またまたゲットです。さあちょっと出してみましょうか。このようにねキリギリスの幼虫6匹採集できました。このようにビーティングで簡単にキリギリスの幼虫取ることができますんでね、皆さんもぜひやってみてください。やりました。はい、いかがでしたか。キリギリスをビーティング採集してみました。あのような方法でビーティング、別名叩き網をすればキリギリス幼虫簡単に取れますね。そしてキリギリスを取るならね、クロアゲハを飛んでますね思わぬ飛び入りが来ました。キリギリスの幼虫を取るにはね、この4月から5月にかけてが一番簡単ですから、皆さんもぜひキリギリスの幼虫を捕まえてみて、幼虫から育て上げて鳴き声を楽しむのも面白いですから、ぜひ皆さんキリギリスの幼虫をね採集してみてください。そして鳴き声、夏になったら楽しんでください。それでは今日のまとめをご覧いただいて、皆様とこの辺りでお別れしたいと思います。今回も動画最後までご覧いただきどうもありがとうございました。